体育の先生になりたいとか競技者になりたいではなくて、指導者になりたいなっていうのがありまして、いろんな種目を勉強し、いろんなものを勉強して、大学を卒業した後は企画とかイベントの会社に入ったんですね。実際は指導者ではなかったですけども、いろんな、プログラムとかを企画するのはすごく楽しかったです。で、子供を2人目を出産した後に、何かやっぱりちょっと自分でもやりたいな、働きたいというよりか何かやりたいなっていうふうに思いまして、スポーツクラブがなんか働けるかなってちょっと思ったんですね。グループレッスンでエアロビクスとかステップのエクササイズもさせてもらってたんですけども、ボクササイズというエクササイズがあって、ボクシングを基本にした有酸素運動なんですけれども、もうボクシングものボの字もやったことない、グローブもはめたことないようなタイプだったんですけど、ちょっとかっこいいなと思って、ボクササイズの養成コース、先生になるための学校なんですけど、それに通ったんですよ。そこからいろんな世界が広がった感じです。で、時代がヨガの時代に変わり、はい、私もヨガは資格を取りまして、ヨガのクラスも何年か担当させていただきました。で、ピラティスのクラスを担当したりして、やっぱり体のことをもうちょっと勉強しなきゃなっていうふうになりまして、ボディケアの方も少し考えてきました。もっと健康に対する意識をもう多くの方に持っていただきたいというのはすごくあります。で、フィットネスクラブで教えているだけではそれは広がらないなってすごく今思っていまして、で、現在 DVD 通販の DVD を監修させていただくことっていうのも、フィットネスクラブには来れないけれども家でならできるわっていう人たちに少し広まったなっていうので、私としてはとてもすごく嬉しいです。あとはファイディさんのような店頭で物を売っていたりとかする中で、その健康のになるための商品を今扱っていらっしゃるじゃないですか。その中で商品を売るというだけではなくて、じゃあ実際プラスもうちょっと運動したらとか、こういうストレッチをしたら、家ではこういうケアをしたらっていうところでお手伝いをさせていただいたら、もっと多くの方が運動する、体をこう元に戻してあげるという作業をしていただけたらなっていうふうには思っていますので、今医療関係も大変ですよね。保険も大変な時代になってきてますので、できるだけ病院には検査に行って安心をしましょうって私は思うんですね。でもその後の治療をずっと病院に頼るのではなく、ちょっとのものであればフィットネスの施設だったりサークルだったりとか、そういうところで体を改善できるんであれば病院に行く回数が少なくなって済むかなと思います。もしかするとそれだけで気持ちも明るくなったり元気になるのかなって思いますので、いろんなところで少しでも動くっていうものをプラスしていければ、少し体の方は自分のメンテナンスとして加えてっていただいたらいいなと思います。